そしてこのたくま。クマは呪熱で回転準備してて、それからもっと。この香りは何クマ？クマの世界に誰かいるような。さては陽介あたりがお仕事サボろうとして開店前に逃亡しとるクマね。許さんクマよ。どうしたんだっけ。確か中に落ちてく時の感じがいつもとちょっと違う気がしていて。お腹がペッコリで目が回るクマ。これが走馬灯ってやつかまね。ちえちゃん、ゆきちゃん。お、来た来た。くまくん、お疲れ。ほら、くまさん、ここ座って。お邪魔くまっす。こき使われまくりでお疲れぐまよ。ゆきちゃん、ちーちゃん、なでなでして。何言ってんだ、全然時給の範囲だろ。おれ、うわ、サンクマゆうすけ。一気っすか、それ炭酸症？よく飲めんね。よっぽど喉渇いてたんだよね。お疲れ様。ま、確かにちっとしんどかったかもね。里中と天城も悪いな、待たせちまってさ。大丈夫大丈夫、あたしらもどうせ暇だったし。それより重大発表って何よ。実はな。うん。あれ、そういや漢字どうした。もうやめてよ、思いっきり肘打っちゃったじゃん。ははっ、悪い悪い、俺も今気づいたっつうか。旅館の用事あって来る時に辰巳屋さん寄ったけど、幹事くんいなかったよ。幹事くんには後で伝えればいいじゃん。てか気になってんだから早く教えてよ。
ま、それもそうだな。いや、実はさ。それ、本当に？先生が？帰ってくる。びっくりしたろ。そのために今まで内緒にしてたんだしな。なんつってもゴールデンウィークだしな。連休後半はずっとこっちにいるってさ。そっか、帰ってくるんだ。深刻そうに言うから何かと思ったじゃん。つか、なんでギリまで私らに内緒なわけ？ぐやっこ、叩く力強えよ。サプライズの方が嬉しさが増すだろう。先輩が帰ってくるだ？うわ、カンチ、お前いつの間に？んで早く言わねえんだこら。くそー、こうしちゃいらんねえぜ。なんだあいつ。いいじゃん、大事なことはちゃんと伝わったしさ。それよか、リセちゃんとかナオト君は？鳴神くん、戻ってくること知ってんの？まあ、リセだけは先に電話で伝え済み。予定合わせんの人一倍大変そうだし。なんか、復帰絡みとかで急に忙しいらしくて。でもなんとか予定開けるって張り切ってたぜ。そっか、ブランクがあるからって忙しそうだったもんね。完全復帰が待ち遠しいかまーん。出演番組はもち全チェックね。ジェネスも陽介のお部屋もテレビのリモコン系は全てクマがいただいたくば。そういうのはチャンネルの名前とか覚えてから言えっつうの。なら直人くんの方は？わかんねえけど携帯繋がんなくてさ。ま、あの事件以来仕事増えたっつってたし、やっぱ忙しいんじゃねえかな。つうかさ、なんかやっぱ思い出すよな、特別捜査隊。うん、こんな風に懐かしいって思うのもなんとなく不思議だね。やってる時は必死だったもんね。やっと終わったって実感するっていうかさ。でも2ヶ月しか経ってねえんだぜ。なんかすっげえ昔みたいな気がすんな。んでだ、あいつが帰ってくるこのゴールデンウィークの計画を今から立てようぜって話だよ。どうせならほら歓迎とかさしてやりてえじゃん。お、いいね。賛成。クマ先生といっぱいいっぱい遊ぶから。先生、最後に先生に会いたかったクマ。ゆゆゆ。ああ。
もうダメ。お腹と背中が物理的にくっついちゃう。いや、むしろくっつきました。はい、くっつきました。ペラッペラに。おりょ。なんと持っててよかった熊特技。さすが熊、運命の女神ちゃんたちに愛されてる熊ね。でも愛してるなら掃除用具箱は勘弁してほしかった熊ね。ここはどこくま？ロッカーがあるっちゅうことは。ちゅうことは、ここは学校くまね。あれ？でもなして？クマはテレビに入ったはずですが。いつも出てくるとことは違うクマ。変クマね。まあ考えても致し方ないクマ。こういう時はさっさと先へ進むが吉ね。それでは。いざご出陣にござる。よくわからんクマね。誰にも会わんし、一体何事クマ。あれはテレビクマ？なんでこんなとこに？ライバル、それは強敵と書いて友と読む。高校生同士の決死の格闘番組、新たな伝説が今幕を開ける。男の中の男たち出てこい。クマ、可愛い七子は誰にも渡さん。鋼のセスコン番長鳴金優。当然です。さびれた田舎を踏み台に大英雄に俺はなる。キャプテンルサンチマン花村陽介。退屈なものは全部ぶっ壊す。女を捨てた肉食獣、男勝りの足技系ドラゴン里中千恵。肉を食べなさい。肉を。私をリングに連れてって。難攻不落の黒雪姫天樹ゆき子。一撃で仕留める。バラと肉体の狂い崎、戦慄のガチムチ皇帝立見寛治。もっと奥まで突入。見た目は子供、頭脳は化け物。IQ2000 の KY 探偵白金直人。バカ軍団ですか。戦え。たった一つの生き残りの座をかけて激闘 P1 グランプリ今宵開戦。
T1 グランプリ？なんじゃそりゃ。先生、ヨウスケ、ちえちゃん、ゆうきちゃんまで。それに、あの変な格好したのは何クマ？同じ顔って、まさかクマのシャドウ？去年に続いてまたまたダダ漏れちゃった？こうなったら本グマが偽グマを成敗して P1 グランプリの覇者となったらクマ誰も俺を止めることできねえ。ある時は可憐な美少女、またある時は奇跡の美少年、ミラクのモフモフ王子クマ。 P1 グランプリに飛び入り参戦クマ。何クマね、この透明な壁は。見えないのに当たるなんてもうずるいクマよ。ちょいそこの、なんや、丸いの、粗大に騒いで何やっとんの？おお、見たことないプリティーベイビーちゃんクマ。クマに何かご用クマ？ご用ちゃうやろ。一応言葉は喋れるんやね。ほな、この騒ぎ今すぐやめてもらいます。あんたがこのイベントの主催者やろ。もう失礼しちゃうわベビーちゃん。それは大きな誤解クマ。あれはクマの偽物クマよ。毛並みが全然違うでしょ。偽物？そないな言い訳通用すると思ってはるん？生徒会の許可も取らへんでこない騒いで、他の生徒が怪我でもしたらどないすんの？違うって言ってんでしょ。だいたいベイベイちゃんこそ一体何者クマ。ここは普通の人が来るとこじゃ。何者って、うちはこの学校の生徒会長や。会長が学校におるんは当たり前やろ。会長？あれ、そういえばそのお洋服、ちえちゃんたちが着てるのと同じクマね。はねちゃん、もしかして先生たちの学校のなんだか偉そうな人クマが？別に会長は偉いとかとちゃう。みんなに選んでもらったんや。みんなのために働くんが会長の務めやろ。せやからこないな騒ぎを止めるんもうちの仕事っちゅうわけや。会長、クマは会長のお供についていきます。ちょ、どないしたん？急に何言い出すんよ。いや、クマは決めました。今後はクマが会長さんを守ったるけん。会長がお姫様ならクマは会長のナイトっちゅうわけです。はい。ナイトって、そもそも騒ぎを起こしとるんはあんたやないの。
だから違うクマ。クマは悪い偽物からお姫様を守るクマ。そんで最後はご褒美のチスを。見つけたぞ、ラビリス。およよ、おかしなマント男がいるクマ。人をおかしい呼ばわりできたなりか。怪しいやつだ。すっげえな。それはこっちのセリフクマ。裸にマントなんて怪しさムンムンよ。なんでもいいが、そこの女子生徒、お前がラビリスだな。俺は真田昭彦、お前を回収しに来たものだ。霧城の関係者だといえばわかるだろ。それからそっちの妙な着ぐるみ、お前がラビリスを強奪した犯人か。ラビリス、霧城。会長、危ないので下がってるかな。ほう、抵抗するのか。度胸はあるようだな。はっ、半裸の人さらいなんぞに会長は渡せんくばよ。誰が人さらいだ。というか、まずは話の前にそのふざけた着ぐるみを脱げ。半裸は否定せんくま。やっぱり怪しすぎるクマよ。だいたい出会ってすぐに脱げたなんてハレンチクマ。まさか漢字のお仲間さんクマ。そういえばその格好、どうも漢字を感じる気がするクマ。何をブツブツ言っている。とにかく邪魔をするなら容赦はしないぞ。今のクマは会長のナイトだクマ。簡単に負けるわけにはいきません。その覚悟だけは認めてやる。名前を聞いておこうか。お名前、クマはクマだクマ。俺も奴らとは幾度となく拳を交えた仲だ。本当に不思議だよ、クマってのは。もっとも、どいつもお前のように言葉は喋らんし、ふざけた色使いでもないがな。まあ、それ本当の森のクマさんでしょ。あんたさん、どんな生き様しとるとね。ちゅうか、さりげにクマのアイデンティティ否定しとるし。着ぐるみに生き様を悟される覚えはない。能書きはいいからさっさと来い。やはりペルソナを見ても驚かないか。いいだろう。P1 グランプリだったな。そんなに見たけりゃ、俺が男の中の男を見せてやる。ギョ、その響きは感じ的で嫌クマ。クマ、実に遠慮したい感じ。遠慮する必要はない。貴様もクマの名を冠するなら、野生の本性を見せてみろ。行くぞ。もう勝った、勝ったクマ。会長、見ててくれたクマ。
長、どうしたクマ？ふれふれ、ナイトに祝福のチスを。ラビリス。うん、もどないなってんの？同じのが2つ？お前、どうやってあそこから出たクマ？確かに閉じ込めたはずなのに。こら、偽物のくせにプリチーな本物のクマに向かって汚いとか湿気クマ。クマの人気を横取りしようなんてずるいクマ。すぐにその化けのクマ側ひっぺがしたろクマ。ふん、このまま放っとくのも厄介クマに。何か対策を考えんと。あの相当言う人、ほんまにあんたとちゃうねんな。そうクマよ、あの偽物がクマの名を語ってみんなと遊んどるクマ。にゃにゃにゃ、先生や陽介はクマの大事な仲間だっちゅうに。許せんぬ。会長さん、もうクマのことを疑っとらんクマか？そやね、今の見てしもたらあんたやないって信じるしかないな。こんな珍しい格好したんが2つもあるやなんて驚きやわ。むしろクマが驚きクマ。ほなら本当にうちのこと守ってくれる気やったんやな。おおきに。せやけど、あのあんたの偽物何がしたんやろ。あんたのふりしてあんたの仲間と遊びたかっただけいうことなんかな。やはり国民的アイドルであるクマの人気を狙ってるとしか思えんけんども。うん、それはないやろ。ガーン。そしたらもうその偽物に直接会って聞くしかないわけやね。ほな行くで。かっくし。ってあれ、今行くでって言ったクマ。クマも一緒に行っていいの？あんたナイトなんやろ。一緒におらんとあかんやない。会長のためならたとえ火の中シャドウの中、クマはこの身を捧げる覚悟よ。大げさやな。ちょいと言ってさっきの偽クマに注意するだけやで。それでもいいクマ。クマは会長のナイトね。ナイトはお姫様を守らないと。クマたちは一体どこへ向かっているクマか？とりあえず目的は放送室や。放送室？何クマ？なんでそこに偽クマがいるってわかるとですか？
相当とかいうのテレビに映っとったやろ。校内でそんなんできるんは放送室だけや。ところで聞きたいんやけど、さっき喧嘩の時に出してたやつ一体なんなん？うわ、クマ何か出しましたっけ？匂い立つフェロモン？ちゃうて、ほらなんや背中にボワーって。あー、もしかしてペルソナのことクマね。ペルソナ？もあれ、会長はペルソナ使えないクマ？じゃあどうやってテレビの中へやってきたクマ？テレビ？何言うとるかわからんけど、あないな力普通持ってへんやろ。まさか会長、落とされてしまったクマ、被害者クマ。落とされ、被害者？会長、大丈夫クマよ。いろいろわっちゃがわからないと思いますが、問題なし。必ず元の世界に戻してあげるから安心して、クマに任しんしゃい。いや、うちは学校で騒いではるクラを止めたいだけやねんけど。もう、それも問題ないクマよ。今は会長も混乱しとるだけクマ。どっちにしろ、あの偽クマは成敗せんといかんし、うろうろしてれば出口も見つかって一石二鳥クマ。出口なあ。まあええか。もしかしたらさっきみたいにようわからん人に襲われるかもしれんし。おお、さっきの半裸で赤マントのことクマね。あんなのどう見ても変質者クマ。会長のことをラブリーとか呼んでたけど、あれって本当のお名前クマか？ラビリ…クマ！会長、大丈夫クマか？うん、平気。ちょっとめまいしただけやから。ハブいでいでく、クマの鼻が、あさっての方向いてしまったクマ。うわぁ、またまたこの透明な壁、一体何クマか。何やってはるん？一人でこけて。あ、ハリー。会長、そこゴチンってならんクマ？透明な壁があって。透明な壁？なんもあらへんやない。なんじゃこら。これ以上は無理くまよ。しずる、足は圧死してしまうくま。あは、命がけでダジャレ言ってしまう。うわあ、もうなんやのこれ。ありえへん、こんなんむちゃくちゃやわ。一命を取り留めたクマ。しっか
橋会長、なんちゅう力で。ジュネスの避難訓練でシャッターに挟まった思い出がよぎったクマ。もう、クマのことになるとすぐにムキになっちゃうんだから。あんたが通れる場所探すしかあらへんね。通られへんのに文句言ってもしゃあないし。おお、ゆきちゃん級の大胆スルー。おかしいクマね。全部見えない壁があって出口がないクマよ。ほな、行き止まりいうこと？もっぺんちゃんと探してみてよ。あ、誰か来る？お、あれは。ふおおおお、やってまいりました。ザ・セレブリティのお顔拝見のお時間。ナイス毛皮、ナイススレンダー、ナイスボディコンシャス。クマの美女センサーはもうあなたに美女美女です。はい、ようやく反応を捉えたと思えば妙なのが出てきたな。というか本当になんだ。ムホホホ、美女はご冗談も上手でいらっしゃるクマ。どっからどう見てもクマはクマクマよ。クマクマ、要するにクマだということか。まあ自己申告するからにはそうなのか。耳くらいしかクマに見えないが。もう細かいことは気にしちゃダメクマよ。大事なのはプリティ&セックシーでしょ。その点に関しては保留としよう。本題だが、私の知る限り君はこの大会で総統と名乗っていた存在だな。のんのん、よく見ると全然違うでしょ。ほれ、ここんとことか、この辺りとか。あれはクマの偽物クマ。作りが荒くてクマも迷惑してるのよ。斬新な言い逃れだな。いやいや、言い逃れじゃないクマ。ほれ見れ、ここ抜けとか、ほれ。全く違いがわからないな。ちょ、お姉さん、ちょっと待つクマ。確かに会長は愛らしいけど、お姉さんも十分魅力的、いや魔力的よ。君はラビリスだな。こちらのお姉さんも無視。何言うてはるん。うちはそんな名前やない。では君の名前を聞かせてもらおうか。私はキリジョー・ミツル、キリジョーグループの者だ。キリジョー、うちは、うちの名前。記憶に混乱が生じているのか。ならこう言えば思い出すか。君の正式な呼称は。
嫌 や聞きたない。ちょっと待った。何？お姉さんの事情はよく知らんくま。けど会長が嫌がっとるでしょう。なんだか知らんけど、もうちっと会長の気持ち考えてあげても罰当たらんでしょ。クマさん、言い分はもっともだが、彼女が本当にラビリスなら今のままでは危険が広がる恐れがある。あまり時間はかけられない。あれ、予定と違うお答え。うやうや、どうしてやろうかと思っとる最中に問題児ちゃん同士が勝手に揉めとるくまね。ちょうどいいくま。ここはグランプリ番外編ってことで、サクッと殺し合いしちゃってもらおうじゃない。うわー、出たくまね、この偽くま。まあまあ、遊んで欲しかったんだくま。それなら、さっきの赤バンドみたいにそこのお姉さんもボコボコにしたれくま。お姉さん、まさかあの赤マントの変態さんのお仲間クマか？人さらいクマか？それはもしかして秋彦のことか？やれやれ、ひどい言われようだな。だが、秋彦を退けたのか。ふざけた外見に反して、なかなかやるようだな。お姉さん、いきなり悪者説急浮上よ。ひどい、クマの純情をもてあそんだのね。話が見えないが、私としても、このままここに閉じ込められるわけにはいかない。歯向かうなら容赦はしないぞ。あれれ、 P1 グランプリ乱入者と妨害しようとしてるクマの偽物が場外乱闘。これはこれで面白いから、この戦いも応援しちゃうね。さーて、勝つのはどっち？この声はリセちゃん。どこから見てるクマ？ほらほら、よそ見してると負けちゃうよ。せっかくみんなでのけものにしたのに、わざわざのこのこ出てきたんでしょ。だったらせめて面白い戦いくらい見せてくんなきゃね。レディー、もう何が何だかよくわからんけど、クマ会長のナイトクマ、このままじゃ終われんクマよ。クマ、全力で行かせていただきます。道理よりも守ると決めた者への忠節を貫くか。ブリリアント、敵ながらあっぱれな覚悟だ。来い。